電車の中で食う、迷惑なやつで出せんくんだ。10、めちゃくちゃ汗臭い中年おっさん。言う、鼻息荒いで。2、香水臭い場、あ。1、席に荷物を送ろう。TH、うるさいく、ガキ。う、席で飯を食うやつ。3、音漏れしてるのに気づかない場。ほ、わい。さ、大音量でゲームやるのうなし。スレ主で大草原。おん、スレ主。投手は投、満員電車の中でベビーカー畳まないや。特急乗りのくせに急行来てもどかないホームのやつ。乗り降りトロイのが一番邪魔。デカユック野郎を4番に入れろ。電車の中で自撮りするやつ控えに入れろ。こないだおっさん3人が自撮りしててさすがに和んだ。そんなやつおるんか。ドアの前で絶対動かないマンをベンチ入りさせてくれ。スレ主は何したんや。満員の時にもたれかかってくるガマルジ。DH やなくて ADHD やぞ。中、めちゃくちゃ汗臭い中年おっさん。言う、鼻息荒いで。2、香水臭い場、あ。1、席に荷物を送ろう。DH、うるさいく、ガキ。う、席で飯を食うやつ。3、音漏れしてるのに気づかない場。ほ、わい。さ、大音量でゲームやるのうなし。P、満員電車でベビーカー畳まないや。ダイソー、ドアの前で動かないやつ。監督、デカリュック下ろさないが、じ。ちょっと待って、車内で突如興奮しだすやつが入ってないやん。あれは電車以外でも4番貼れる、メジャーリーガーなので NG。隣の席でマスクしないで咳するやつ。肩を枕代わりにしてくるおっさんは？あれは歓迎。寄りかかってきて、よだれ垂らしてきたやついたから叩き起こしたな。言い争いになったら一部始終見てた人が、Y についてくれた。へ、いやちょいやろ。おっさんにもたれかかってこられたら。咳でつまみと酒を出して、晩酌を始めるおっさんがない。大体スーパードライ飲んでるよな。ドア横キープマンが邪魔で、降りるときにたまに肘でガンってやっちゃう俺も、控えに入りますか？それはむしろやるべき。ええんやで。いやどつけや。痴漢冤罪の女は殿堂入りでええんか？でなんでスレ主が入ってるのか理由を教えて。Y の存在自体が邪魔やから。なんでそんなこと言うん？紙袋に隠したウイスキーラッパ飲み漫才ない。ニューヨークの地下鉄かな。阪神難波線でたまに見かけるんだよな。リュック背中に背負ったまま乗る Y はセーフ？できれば下ろしてくれ。同じのが二人背合わせになってると、完全に行き止まりになる。どうでもええけどスマホ横向きにしてるやつって、9割以上ブサイクよな。ゲーム大好きマンだからしゃあないけど、扉端の守護者たち好き。東京の奴らは冷たくてあかんわ。大阪来いよ。スマホいじってる時に、画面覗いてくる隣の字、iPhone のイヤホンで爆音音楽シャカシャカに気が一番うざいぞ。かわいそうなスレ主。今隣にファミチキ食ってる女いて草生えてる。スレは以上で終わっていました。お次は2013年の12月に建てられたスレをご紹介します。友人と電車乗って話してたらクッドキュンに影吹き叩かれた。クッドキュン1、うわぁ、ああいういかにもってやつら、束になるとうるさくなるよな。ソドキュン2、普段静かなくせに決めは。クッドキュン3、おい聞こえるって、ネットで悪口書かれるぞ。ほんと腹立つわ。聞こえてんだよカス。てめえらみたいなく、底辺郊外でしかないわ。回転じゃねえか。その通りじゃん。よくあるよくある。オチがついてて面白いな。ドキュンのが正しいじゃん。本当のこと言われて怒ってる。お前が相当うるさいんだよ。実際本当にうるせえやついるしな。別にそんなでかい声で話してねえよカス。今日一番はロタ。赤の他人に陰口叩かれるのがこんなに腹立たしいことだとは思わーく、がーちょっと、静かにしてもらえます？今何時だと思ってるんですか？おい聞こえるって、ネットで悪口書かれるぞ。確かに束になるとうるさいのに、一人になると急にぼっち顔になるやついるよな。お前か、次会ったら覚えてろメガネ。どんな人だろうが、電車でうるさくするやつはうざいわ。いやだかうるさくしてねえよ底辺ども。思ったよりうるさかったんだろ。なぜそうやってすぐレッテルを貼るのでしょうか。あなたより底辺の人間が果たして何人いるのか、冷静に考える時間がなかったのでしょうか。通過底辺とかほざいてる、スレ主が底辺の可能性。陰口聞こえたキモータって、その後にチラチラこっちの様子を見てくるんだよな。キモータって群れてる時、ドキュンと同じぐらい態度が変わるよね。予言者にドキュンもく、もねえようやまえ。スレはこの辺りで終わっていました。続いては2023年の7月に建てられたスレを見ていきましょう。わい、おっさんと電車で剣になる？状況、満員電車。松葉杖をついている女の子が立ってる。目の前におっさんが座ってる。わいはその子の横で立っている。わい、痛そうですね。骨折ですか？女の子、はい、そうなんです。わい、座った方が楽ですよね。女の子、そうですね。わい、女の子おっさん。わい、この子、足怪我してるから座らせてあげてください。おっさん、は？いや俺も疲れてるから無理。わい、この子は松葉杖ついて、片手で釣り革に捕まってるんですよ。おっさん、隣の女性、あ、は、私変わりますよ。女の子、ありがとうございます。おっさん。わい、かっこ、この人のためだ、ここは説教してあげよう。わい、あのね、普通は怪我をした女の子を目の前にして座り続けないですよ。今の姿、自分の子供に見せることができます？ここから剣、勃発、わいが悪いんかこれ。悪いやろ、
松葉杖ついてるのが男だったら、何もしなさそう。屈強な親父だったら何も言わないかもしれない。中高生くらいの弱そうな子だったからな。リーガルハイ1は思い出した。コミカドがおばあさんに譲らないやつか。ワイもその可能性を考えて、ちゃんと聞こえる声で女の子とお話ししたんやけどな。おっさんかっこ、手帳す。スレ主、あわわ。割とガチであのおっさんは、精神病で手帳持ってるかもな。何立ってんだよお前が椅子になれよ。お腹痛かったかもしれんやろ。自分が座ってて変わる以外は NG ちゃうか。おっさんが病気持ってたりする可能性、考慮してないお前の負け。じゃあそういえば、私も持病が、って言ってくれたら信じたで、まあピンピンしてたけど。お前が座ってない限り、その席をどうこう言う権利ないやろって話や。優先席？いや違うけど、それ関係ないよね。怪我人が目の前にいるんだからさ。あるやろ、なんでそういう座席があるのにそこに行かんの？理解に苦しむわ。空気読めなそう。こういう奴が一番周りに迷惑かけてるんだよな。本人は気づいてなさそうだが。優先席でもないのに説教すんなや。ええことして気持ちよくなりたかったんやろうけど、それに巻き込まれた女の子かわいそうや。お前が椅子になれや。こんな奴に話しかけられた上に、気まずい思いした女の子がかわいそう。女の子も被害者やな。なんでそのおっさんピンポイントで指名したの？他の人でもいいじゃん。誰か席譲ってくれませんかとか言えば、実際女の人が変わってくれてるし。まあせめてこれやな。松葉杖の女性から痴漢扱いされても、おかしくないくらいスレ主が悪い。お前らに一つだけ聞きたい。実はワイとおっさんのセリフが逆でも、意見は変えないよな。逆張りとかじゃなくて、本当におっさんが悪いってことでいいんだな。あ、間違えた。ワイが悪いってことでいいんだよな。そうや、逆にお前が座ってておっさんが言うてきたら、おっさんが悪い。ワイも妊婦さんが前に立ってるのに、優先席で足組んでモンハンしてたら、おじさんに怒られた。電車で隣のやつに話しかけたり、剣、ふっかけたり元気ええよな。みんながみんないつも元気言い訳やないんやけどな。譲るのは善意であって義務じゃないやろ。どうしても自分が正しいと思いたいんやな。これ道徳の時間に同じようなテーマ見たんやが、同じやつおる？こういうやつ嫌やわ。席譲っても半分お前の功績にされるやろ。正直怪我人とか老人とかは優先席の前に行ってほしい。何のためにあんだよ。そのおっさんが余命わずかの、がん患者だったらどうすんだよ。こういうスレ主みたいなやつが、本物の正義マンなんやろな。剣が勃発することで嫌な思いをするワイ君もいます。おっさんも腰痛とか徹夜続きとかで、めちゃくちゃ座りたいのかもしれんからな。明らかな迷惑行為に注意するならともかく、想像力の欠如やで。そうだよな、すまん、ワイがおっさんなんや。ちなみに文句言ってきたのはおばさんで、その女の子の母親だった。ちな、ワイは通勤片道1時間かかるし、今日は寝不足だったから立つことなんて、絶対に無理。はっきり言って骨折してる女の子の方が、元気そうだったよ。なんでわざわざ嘘ついたん？お前らって逆張りするから、わざと逆の意見にして、お前らにチヤホヤされたかったんや。どっちが正しいかなんてどうでもよくて、とりあえずあの場、あを批判してほしかったの。そしたらおばんが悪い、譲らんかったお前が正しい。嘘くさ。劣勢になったから入れ替えてそう。別に信じても信じなくてもいいから、お前の意見をもう一度はっきり言ってくれよ。どっちが悪いんや。ば、あが悪いんだよな。だから何回言わせんだよ。誰か席変わってくれる人いませんか。って言うべきだったって言ってんじゃん。お前がば、あか関係なく、無能かよ。ば、あは悪い。ほんまに剣、になったとしたらおっさんも悪い。ワイなら無視して剣、になんかならん。あとお前はき、い。隣の女性が席譲った時点で話は終わっとる。後の追撃説教は余計。わざわざ嘘ついてき、すぎやろ。嘘つくのは良くないと思います。怪我してるならタクシーを利用すべきでは。毎日残業で辛いのに、あたかも専業主婦みたいな場、あが上から目線でサラリーマンの苦労も知らずに文句言うから、本当にしんどかった。お前は性格悪いから電車で一生立ってろ。今日松葉杖ついてる子に席譲ってあげられんくらい寝不足で疲れてたんなら、はよ寝ろや。もう1時やぞ。駅まで歩いてくのに電車乗ってる時間だけ座っても無駄やろと思う。ワイはこういう時に膝が悪いんでって言うわ。優先席行けよで終わる話やろ。女の子、ほっといてくれよ。スレは以上で終わっていました。お次は2022年の10月に建てられたスレをご紹介します。指定席で相席になった窓側のやつに、他の席空いてるでしょって切れ気味に言われたんやが、とりあえず近くの席に移動したが、これは胃が悪いん。最初席取った駅では窓側全部埋まってたから、その席取ったんやで。いや、指定された席以外に座るなよ。言い返せないお前が悪い。指定席だけど何か、ほんまこれよな。なんで同じ額払ってる胃が折れなあかんねん。なぜ即座に顔面に一発ぶち込まなかった？とりあえず暫定的に他の席座った後、駅員に移動した旨を伝えて、今の段階で予約が入ってない席を教えてもらってそこ座った。後から客が座ろうとしたら別の席行く。負けててくさ、誰か来るかもって思いながら座んのやだよね。ぶち切れろよ、ワイが取った駅では埋まってたんじゃボケと。ぶん殴って駅員さんには頼みがあるんだが、連れを起こさないでくれ。無ほど疲れてるとごまかすわ。
指定席で撮ってるのに、移動したお前の負けやん。まだ2時間以上相席になるのに、隣の席同士で揉めてもしゃあないやろ。ワイが大人になってやっただけや。移動した胸やなくて事情を車掌に言うたか？すぐそこに問題の親父がおるのに、そんなこと言ったら当てつけみたいになるやんけ。マジで悔しくてさっきから景色見ないで、ずっと何時見てるわ。せっかく稚内までの車窓を楽しもうと思ったのに、それどこじゃない。通路側取っといて、車窓眺めたいってどういうこと？別に見えるやん。なんでワイが、扱いされなあかんねん。ワイのどこに落ち度があるんや？指定席ガチャ外したんが悪いってか？泣けよ弱虫。次をトイネップとかいう駅なんやが、ここで指定席のやつが乗ってくるとか言われたわ。こんなとこから乗るとかありえんやろ。もう自由席行くか立ってろよ、見苦しいな。画像まだか？別にいらんやろ。まだついてないし。あ。いるやろ。車窓の景色を見せー。お前が動けやでええやん。情けなくて草。切れ気味に言われた時点でお前の負けだよ。よほど気に触るような外見だったんだろ。あまりにびっくりしすぎて。あ、あわ、う、じゃあ、移動します。って言ってしもうたわ。あーすれぬしたたかれまくりやん。他の席空いてるのに隣に座ってきたやついたから、他の席空いてるでしょ？って切れ気味に言ってやった。ってすれたいにすべきやったな。わざわざ切れるほどの余裕がワイにはなかったわ。家でやってるならそのすれたいやったな。5分前なら大丈夫やろって思って、隣が空いてる窓側の席取ったら、普通に相席になって草生えたわ。しかも車内空いてたのに、なんか気持ち悪いから、車掌に相談して席移動したわ。相席はきついな。まだついてないから、画像は貼らないとかいう謎の理屈。これでいいか？特急そうややん。261やろ。少し古くなってるから乗り納めした方がええで。プロールやん。乗り納めも何も初めてやし、多分一生乗らんと思うで。電波が全然入らん。次がオトイネップとか半分以上過ぎてるじゃん。それまでうじうじ恨みを募らせてたのかよ。切れるんじゃねえぞ。稚内着くまでずっとうじうじ言う予定やわ。景色とかほぼ見てない。こういうやつたまにおるけど反射とかなんかな。怖いからどっか行くふりして、カバンとかわざとぶつけて逃げとるんやけど、居座ったら、されるんかね。さっさと元の席に戻れよ。何回言われても無視すればええ。今そいつの真後ろ座ってるんやが、イライラが全然治らんわ。この旅行一の思い出。お前やばいマゾヒストだな。周囲が、めたくなるわけだわ。ストレス源からかっこ、物理的にも距離取るくらいしろよ。特急が一両編成なわけじゃねえだろ。他の車両やデッキに移るくらいできるだろ。現時点で予約の入ってない席が、ここだけかっこ、じ、胃の真後ろ言われたんよ。自由席もあるだろ。なんならデッキで立ってろ。じ、胃の写真くれ。後ろならうまく隠し撮りできるやろ。どや？君がブサイクやったんちゃうか。ワイも言われたことあるけど、ワイがやまるざとか身長2メートルやったら、絶対言われとらんと思うし、こっちにも非があるよ。札幌から稚内まで行くやつなんて、気色悪い電車オタみたいのしかおらんやんけ。停車駅の旅に、カメラ構えてゾロゾロ外降りてくやつばっかやわ。もしかして相手もそんなやつやったんか？それなら今から戻って聞こえるように、ぐちぐち言ったらストレス発散できるやん。車窓楽しみたいのに窓側以外を取る。これはツーアウトってところか。せっかく窓側座れるようになったのに、いつまでも何時にかじりついてる時点で、トリプルプレイやろ。連れ主何も悪くないのに粘着されてて草。連れ主の体臭が郊外レベルで臭いとかなら、相手の言い分もちょっとわかる。なんで、ならお前が移れば？他の席空いてるじゃんって言い返さないの。強い。駅員と話すなら、そいつが他の席を連れて行ってくるって伝えればええやん。でも駅員が介入した時点でもう隣に座れる気分じゃないよね。なられ損だわ。よくわからんけど俺たすれ主の負けや。すれ主が負けたのだけはわかる。なんでわざわざ指定席取ったのに、自由席より不自由な思いせなあかんねん。ワイが窓側座ってたら通路側のやつに、窓側座りたいんで代わってくれませんか？って言われたことはある。平気でそんなこと言えるやつって、どんだけ甘やかされて育ってるんやろ。ただの交渉やん。周りはガラガラなんか？指定席のほとんどは通路側埋まってて、自由席はほぼ相席らしい。とっさになかなか切り返せないわな。え？指定席ですけど？って落ち着いてる今ならわかるけど。あまりの出来事に思考が一瞬止まるよな。フルで聞こえてるのに、え？って聞き返してもうたし。よう疲れてそう。車掌が了承するわけないわ。意味がわからんで。小田急ロマンスカーで席移動していいかって聞いたら、心よく了承されたぞ。12時40分に稚内到着やから先回りしてすれ主のこと待ってるわ。8分遅れっぽいからもう少し遅くなるな。車で宗谷岬まで連れてってくれや。今手塩中川とかいう駅。ほとんど埋まっててほぼ相席ならば、じ、胃の隣じゃなくなってよかったと思うしかないわ。ワイの北海道旅行全部この字、胃に持っていかれたわ。登別も知床も美瑛行ったけど、この字、胃のことしか覚えてないと思う。こいやん。いやもったいないな。別にええかって思うんや。その字、寂しい人生なんやって思い込みや。大体そんな奴は嫌われてるから。
札幌7時30分発やけど、どこから乗ってるんや？札幌や。昨日美瑛で1日チャリ乗って、富良野から新徳まで出て、札幌来て今日の朝。すごいやん。5時間やぞ。ワイは特急やと4時間乗車が最長やな。青い池までママチャリで行ったわ。地図で見るともう少しな感じやけど、まだあと 1.5 時間もあるんやな。札幌稚内って寝台列車が走る距離や。手間すぎる座席にする JR にも責任はあるわな。小さい人間が有利すぎんねん。しかも Y 東京から青森まで、4列の夜行バスで来てるんやで。その時も隣がいきなり素足の臭い靴を脱ぎ始めた。2メートルくらいのトルコ人風の男やったし。沖縄で3時間は乗る予定のバスに、韓人女性の集団が来て、うわ最悪騒がれるやんって思ったら、めちゃくちゃ静かでマナー良くて、思い込みで判断したことが恥ずかしくなったわ。ラブ北海道切符か？てやで。もうすぐ完売っぽいから、急遽の旅行になったんや。ワイもこれだけ買いに函館行ってきたわ。来月のんびりする。満員なのに自由席乗車券売る新幹線マジで狂ってる、いい加減にしろ。ワイの北海道旅行買いとくわ。東京、青森かっこ、夜行バス、青森、函館かっこ、フェリー、函館、登別かっこ、宿泊。登別、洞爺湖、室蘭観光、釧路かっこ宿泊。釧路、知床斜里駅ウトロまでチャリ往復、旭川かっこ、宿泊。旭川、美瑛、美瑛観光、富良野、新徳経由で札幌かっこ、宿泊。札幌かっこ、今ここ、稚内、稚内、札幌かっこ、宿泊。いいな、北海道なんて仕事でしか行かん。ええやん。発達、ガイとかある？ないとは言い切れないレベルの旅行やわ。飯はほぼ移動中にパン食ってるだけだし、宿もほぼ寝るだけだし。チャリはすごいな。普通は電車で移動しても、そっからレンタカーやろ。そいつも旅行客やろ。一緒に回ってやれや。まあでも今は窓側座れてるんやろ。よくない？イライラが治ってない時点でよくはないやろ。まあ長時間相席するより良かったんちゃうかって、ポジティブに捉えるしかないやんか。まあワイも次駅員が通りかかったら、移動していいか聞こうと思ってたとこなんやけどね。おとなしそうなじ、やったから。こんな子、的な顔で言ってくるとは思わんかった。まあそんなにイライラすんなよ。ただでさえ5時間かかる特急なのに、途中の何もない駅で1時間待たされるよりマシやろ。意味がわからん。指定席なら堂々と座っとけよ。電車乗ってて思うけど、なんでこんなとこに線路を敷設したのかようわからんわ。需要の割に供給の厚さやばいやろ。そりゃお前公共事業ってそういうもんやがな。必要だからじゃなく仕事を作るためにやっとんやから。普通は線路の周りが栄えていくからな。ワイは苦情で、意外なら別に隣に誰が座ろうと構わんで。もうすぐホロノベに到着やで。あと1時間や。明らかにおっさんが頭おかしいんやけど、立ち向かわなかっただけで、スレ主の方に苛立ってしまう不思議。お前らがこの場面に出くわしても、絶対言葉が出なくて泣き寝入るだけやぞ。なんならその座席のまま、泣きながら寝てやればよかったとまで思ってる。てか稚内に地震に来おらんの？どこで飯食えばええんよ？あと宗谷岬までチャリで 1.5 時間で行ける？飯は知らんけど宗谷岬は無理。車でも片道30分はかかったぞ。その場では何も言い返せないくせに、ネットやと強気なの情けねえ。お互いこれからいい旅行にしたいと思ってるのに、そこでやり合ったら楽しい旅行も台無しやろ。こんだけイライラしてる時点で台無しやろ。お前は大人の対応をしたんやなくてビビっただけ。今後旅行するたびに、その字、胃のことを思い出すんやで。今ホロノベってとこにおるんやが、なんでこんな駅に停車するのかも、なんでこんな駅に駅員がいるのかもわからんわ。国の研究所があるで。昔は羽幌方面の分岐駅やったからな。ホロノベのプロールやん。みんないろんなこと知っとるんやね。次の駅が豊富なんやが、これはおもろい名前やね。うるせえ、と一言一括すれば、周りシーンとなるで。連れ主もそれくらいやれや。周りみんな一人やから誰も喋っとらんわ。隣が変な奴なんで席変えてくれって、そいつの目の前で車掌に言うわ。にしても鉄を立ってモラルのない奴ばっかやな。ワイはチャリ乗りたいだけやから。電車には詳しくないけどこんなんなのな。北海道寒くない？今日は寒くないと思うで。稚内15度あるみたいやし。旅行中ずっとじ、胃の顔と声が頭によぎって、寝る前も寝ても夢でじ、胃が頭の中に登場するやつやな。美味しいもの食べて、あ、いいとこやなって思うたびに、あ、でもあのじ、胃みたいなのがおる町かって思い出すんやろな。定義はこっちにあるんやから、軽く反論して駅員呼べば気持ちよく旅ができたのに。にしてもこのじ、胃が稚内まで乗るとは思わんかったわ。旭川で降りそうな雰囲気やったのに。甲府、甲府じゃなくて豊臣で草。道内は長距離走るイメージあるけど、特急やと席にコンセントとかついてる？ついてないわ。もうスマホの充電が終わってまう。新幹線って窓側のやつだけ電源使えるの不公平すぎない？あと40分やわ。電車10分遅れてるからチャリで宗谷岬まで行くの。ギリになりそうやな。風がなければなんとかなりそうだけど、風強かったらアウトやわ。
座ってしばらくしてから言われたんやろ。嫌なら自分が動けで終わりやろ。下手したら先に座ってたやつが指定席券持ってない可能性もあるよな。スマホで文句言ってるだけとか弱者男性か。あんま強者男性は電車に5時間揺られて稚内とか行かないと思うんやけどな。てか予約があるから座れない言われた席、結局誰も乗ってこなかったんやけど、駅員にまではめられた。そりゃ予約あったら座れんやろ。12時50分に稚内駅に着いて、自転車借りて宗谷岬まで行って、17時までに稚内駅に返却。これいけると思う？できるかできないかで言えばギリいけるんちゃう。素直に車で行く方がいいと思うけど、チャリで行くならノシャップ岬にしとけば。倍もかなりギリやと思うんよね。まずチャリを17時までに返せなかったらあかんし、さらに帰りの電車乗れなかったらマジで詰む。そもそも宗谷岬行かなくていいよ。寂しいしつまんねえし、マジで時間の無駄。ほんま？でも二度と稚内来ないから宗谷岬行かなきゃ一生後悔する気がするんよね。今回の旅で一番うまかった食い物は？家で食った結構並んでたパン屋のパン。仕事は？ニート屋が？空いてるでしょ？言われたら、だから何？嫌ならお前が動けよって言い返せよ。そんなん言えるような性格なら、稚内なんか行かないで東京で女を抱いてるわ。言えんなら即車掌んとこまで行けよ。トラブルも揉め事も起こしたくないんでなんとかしろって、ネットで慰めてもらおうなんて考えるな。やべえやつだから移動するのが正解やろ。変に反論してもば、には聞かない。降りるときにキッショって言ってこいよ。それは以上で終わっていました。大勢の人がいればヤバい人も一定数はいるものなので、危険を感じたらそっと距離を置く方がいいのかもしれませんね。皆さんは電車の中で迷惑と感じる人はいますか？